Yeah.
そうですね、パッと見てセントラルステーションのリーダーはこの人じゃないかって分かると思うんですけど、あのリーダー来た小林俊二。さあ、それではですね、大井町の山下達郎と言われた小林俊二がですね、甘い歌声で、皆様の心をお静かにしたい。よろしいですかね、準備の方ね。はい、はい、それでは、ジョージさんのポージーさんというですね、プリンパイが大好きだ。そう、プリンパイが大好きだ。
すごい春ちゃんファンがね、春子コールですね。まあ、春ちゃん年末にちょっとね、お腹の方を痛めましてね、最後のライブはちょっと腹痛な感じがしましたけどね、すっかり良くなって、満を持して皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。そうですね、新年我々も一発目のライブでございますね。そうですね、去年28日にやったんでしたっけね。27ね。そんなに離れてないからね、まあ、皆さんとも、これからね、皆様の良いお年を、願いましてですね、次の曲は、愛の力を借りまして、愛の機械という歌でございます。愛の機械ですね。最近はインバーター式とかですね、いろいろあってですね、こう動きがなんかはい、すいません、それではもうこのくだりもう飽きたの、飽きた感じですね。気流線ランマシーン。次の曲は何でしょうね。ごめんなさい。
のナンバーをそうなんです、ね、お送りしたいと思います、はい、ファンクですね。Thank you.
そろそろ皆さんね、体が温まってきた頃ですが、はい、踊りたい人は踊ってください。これはですね、スケートはメドレーになってまして、結構ね、ファンクとかソウルなんか黒人の方が、要は多い、演奏人でございますけども、次の曲はホワイトファンクと呼ばれますか、ケイシー&サンシャインバンドだよね、ケイシーさんと、ケイさんとシーさんじゃないですね、ケイシーというやつがいまして、その高めるじゃないです、まあ、その曲知ってる、多分皆さんも知ってると思います、曲2曲メドレーにしております、ケイシーメドレー、イエー、
本日ね、髪が非常に短いです。千葉県市内自治から来ておりましてですね、メンバーカッションリスト、市内アーズの薄口ですね、紹介いたしましょう。市内さんです。はい、それではですね、市内さんを呼ぶときには、恒例の市内さんコールと呼ばれまして、皆さんで、しらーい、しらーいって言われますと本人のね、ボルテージもだんだん上がっていますんで、いきますよ。しらーい、いね、しらーい、しらーい、しらーい、あれ、しらーい、しらーい、あれ、しらーい、え、しらーい、しらーい、Yeah.
ということで、あ、ちょっと喋ってください。皆さんですね、明けましておめでとうございます。またか。いや、さっきサングラスしてたんですね、失礼があっちゃいけないなって。ここのキャットフィッシュ、何度も来られてる方いらっしゃいます。あ、皆さん初めて。あ、一緒ですね。実はですね、4月に去年の4月にオープンしまして、蒲田にもですね、素晴らしいライブハウスができました。蒲田もね、数多く結構ライブハウスあるんですけど、昔は西口にあるね、ライブハウスになんとスタイリスティックスが来たことがあるんですよ、蒲田にですね。まあ当時のスタイリスティックスからだいぶメンバーの方もお亡くなりになってですね、だいぶオリジナルメンバーが変わってますけども、一応名前がね、スタイリスティックスが残ってます。つまり黒人の音楽は蒲田に合ってるってことですよ。そうですね、大木さん。合ってます、ね、あ、OK。 次の曲はいつから
それは後ろですね、リーダー、大井町と山下達郎が山下達郎曲をお届けしたいと思いますね。よろしいですか。最後の曲、ファンキーフラッシュ。そうですね、あちょっとね、ここにちょっとセントラル名物をひねり入れますんで、よろしいですか。いつもまあね、超うまいベーシストを皆さんのね目の前で聴かせたいという我々の親心でございます。よろしいでしょうか。
人かっこいい、トラック。